このマップ遊んでみた？一回か。グランドウォール。グランドウォール。うわ、変な迷彩。やっぱね、B 拠点、C 拠点あたりが熱くなるマップといえばいいか。なんだパパチームってこの前ね、このマップでちょっと遊んでたんだけどさ、どうにもこうにも建物の屋上にスナイパーがさ陣取って上からバンバン撃たれてイライラしちゃったから、あのヘリコプターに乗るじゃん。ヘリコプターに乗ってね、BF っぽくこれヘリコプターで兵士引けんのかなって思って引けたんだよね。だから車で引いてもキルできる。そうそう、だからヘリコプターで屋上の敵を一掃できちゃうっていうね、引くことによって。まあランチャー持ってたらおしまいだけど。あ、ここでいいか。道のりが長えよ。まあ、実質バトルフィールドだからB がね、ちょっとね、狙い撃ちされてる。え、仲間の APC が A 拠点近くにいるんだけど、 A 拠点取っちゃおう。 APC からリスポーンできるのいいよね。ねえ、 A 取れる。あぶね。暇ならこっちに湧いてくれてもいいよ。いや、無理無理。あ、取れ、余裕で取れちゃう。ゲット。え、敵の兵士。あ、ヘリじゃねえわ。めっちゃヘリに。ちょっと俺もヘリに乗って、絶対またスナイパーがね、屋上にいると、あ、この建物はいるんだ。こっちはまだいない。まださすがに屋上にスナイパーが集ったりはしないか。いや、ヘリ戻しとこ。アルファ落ちてるし。え、なんで戻したの？え、あ、いらっしゃい。アルファ、アルファ取ろう、アルファ。今取られてる。あ、戦車いる。やめて、やめて、やめて、やめて。オッケー、横からならいける。どこにいる？あ、いた。まだいるな。オッケー。アルファ取れる。いるんだよな、ここに。誰か助けて。横回ってんな。ワークソ M。 さっさと裏回ってね。おお。俺は生きてる。俺はまだ生きてる。組んでて分かんなかった上にクレーマー引っかかったの腹立つわ、マジで。いや、もう俺から湧いてくれ。湧いた。マジで。これ生きてればね、無限リスポーンだからね。パーティープレイすごい重要だと思う。ワクワ。2人で交互に死ぬ分には問題ないから。アルファいけるかな。クレーマーかかった。マジでクレーマー強い。 B 欲しいな。なんかこんなとこで死んだくねえの。クラスターストライクで危ねえ。死んだら死んだでこっちに来てくれれば。B 取れる。
それかレーダー欲しいな、レーダー。ああ一人じゃずっと屋上からパスパスやってるけども、 A2 戦車しかいねえじゃん。マジで？どこに敵？俺も来たぜ。戦車以外何もいない敵。ここマウントするにはちょっと見にくい。あ、ここがいい。ここをマウントして B 拠点を見張るには最適だ。レーダー、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。A 旗が下ろされてるけど、すごい数味方がアルファにいるのは。いや、これアルファ取らせる気ないよね、この敵。だってここ敵拠点真ん前の拠点なんだけど、なんで取れてんだろう。まあ押してるからよしとしよう。これはね、B が欲しいんだ。いった、ね、建物の屋上からスナイパーが見張ってるあたりね、とてもバトルフィールドとデジャブルんだけど、これがバトルフィールドじゃなかったら何に。COD フィールド、 COD フィールド、 COD フィールド名前がダサい。コールオブデューティーフィールド。わあ、ダサすぎて、ダサすぎて悶絶しちゃう。敵たくさんいるわ。気をつけて。マウンター設置。あ、楽しくてに。あ、眩しい。セミショットガン楽しいな。出た。そう、奥に敵がまだいる。ゲット。あ、湧いてんね、建物の中。え？ UAV。せっかくグランドウォーやってんだからさ、連キル稼いでストリークを呼びたいんだよ。わかる。うん、もう今回全然しょぼい。スコア。ガンガン攻めて、ガンガンキルを取るしかねえ。屋上に持ってパスパスしてただけだから。バトルフィールドでよく見る人たちだわ。そういう人たち COD、 そういう人たち COD フィールドにいるんだ。D 拠点はそこそこ取りやすい場所にあるんだが。あ、いいな。ABR 普通のマルチじゃ使いづらいけど、グランドオージャ強いな。そのためのパークだったんだわ。あ、仲間。これね、階段ひたすら登ればね、建物の屋上行けんだけど、この階段が無駄に長いんだよね。長いよ。13回ぐらいあるんだよね。ちょっとやってらんないんだ。やばいやばい。本作は100点中何点ですか？まだ点数まだ点数つけるには早いかもしれないけど、そんなに遊んでるわけじゃないから。モードごとに点数つけた。チームデスマッチ10点だわ。いや、まあ俺もグランドウォーはね、全然90点、95点くらい。チーデスはね、そうだね。チーデス。チーデスは、まあ、50点ぐらいかな。あ、高いね。10点。あ、ピカデリーはね、あの5点。ピカデリーを作ったやつはね、カール・グスタフ・キャノンで撃ち抜いてやりたいね。まあ確かに広い。そのマップはまあ広いけどね、リスポン次第なんだよね、結局。広かろうとなんだろうと。リスポンが変わらなさすぎて広い意味がない気がするってのは。そうそうそう。だからね、全マップベータテストしないとリスポン調整できませんねっていう状態。リスの調整しないと。エイムが死んでる。
ハロー。あれ誰もいない。おいた。マジかおめ。あれ俺いつからシールド垂れてたんて。セットしてたっけ。アルファね、2階の部分に敵がいるかも。だ。これもういないかな。グランドをさ、うん、あれキルストをスコストにするパークが強そう。あ、そんなのある。へ、ボット戦、ボット戦やってないんだよな。まだ。わかんないな、どうなのか。あれ、俺エイマ合わせでボット戦をやったけど。エイマ合わせも実戦でやってしまう。あれだから。あし敵が多いな。いつものボットでいいなら全然あり。あ、いてー。屋上スナイパーなんだよな。屋上スナイパーがいるとね、 E とかすごい取りにくいんだよな。どうしようね。 E のね、拠点のすぐ近くの屋上にスナイパーがいるからね、なんとか頭をね隠さんといかん。ここにいるじゃん。なんでや、ここにいれば大丈夫。あ、いい、取れるやん。取れた。これあの敵に降ろされてる拠点を手に入れるだけで300ポイントだから非常に美味しいんだよ。あれパーク2のスコスト、キルストをスコストにするやつマジで強いかもしれないから欲しいな。今度見てみよう。開いて。上に立ってる敵がみんな強い。まあ250ポイント選手だから多分これはいけ。いやどっから撃ってくんだよ。アルファリーでも出かけようかな。ウィトール、もう俺アルファ行くわ。いけるかな。はい、1人しかいないじゃん。いけるぞ。俺も出ました。全然敵がなさそうだ。OK。 全然キルしてない気がするけど、俺は拠点で稼ぐぞ、コソ泥のように。どこに。あ、ショートはするんだけど、多分屋上だと思う。まあ、だよ、と思ったら敵側の拠点から。いや、つく。登り切ったらクレーモーでマジで。そりゃあね、屋上陣取る側はそうするだろうな。そこ、こういうのがね、たくさんいるからね、ヘリコプターで通じてあげないといけない。スコアトップやん。まあ、キルをするより拠点取る方がポイントもらえるからね。